シーツの取り替えに来ました。あーダメだ。どうしたんですか？ちなみちゃん、実は来週デッサンの試験なんだよ。そのデッサンが今度女性の裸なんだ。裸？僕なんか女性の裸見たこともないから、きっと試験に緊張して落ちちゃうんだ。落ち着いてください。もうちょっと見させてもらいますね。大変。ジロボちゃん、まずは女性の体に慣れることが大切ですね。そんなこと分かってるよ。ちなみに次郎坊ちゃんのために一肌脱がせていただきますわ。え？あ、そこで待っててください。動かないでください。ちなみちゃん、来ないで。